アフガニスタン北部では9日から10日にかけて大雨が降り、洪水が発生しました。11日に撮影された映像では、住宅が破壊され、辺り一面茶色く濁った水に浸かっています。現地当局は12日、これまでに少なくとも315人が死亡し、1600人が負傷したと発表しました。住宅の被害は3000件近くに上っていて、国連は被害地域で食料を配るなど支援活動に当たっています。